皆様、こんばんは。今日は2021年8月19日木曜日です。日本にも報道されていますが、上海の、えー、発表では日名の感染者が出ましたと。これが中国の実態ではありますが、私は詳しく言いたいと思います。上海では記者会見がありました。上海市松江区中心病院ですが、ある女性、 看護師さん、陽性となりました。25歳です。そして同じ区、松航区に住んでいますが、彼女はワクチン2回予防接種済みなんですが、でも感染されています。8月2日から3日ごとに PCR 検査を実施されていますが、すべて陰性でした。しかし15日に陽性となりました。これが まあ、中国では、彼女ですが、14日間勤務先と住宅の移動だけでしたが、そしてマンションの近くにあるスーパーにいただけです。また、途中にはおばあちゃんの家にも行きましたと。現在、その、まあ、密食、接触者10名方ですが、隔離されている状態ですが、今、その10名の方は陰性ですと。 彼女はどこで感染したのか、そのルートが追跡できないので、もうやはり病院で患者さんに感染されていたでしょうというふうに、まあ、判断、予測をされていますが、そこでは上海の政府はすごい厳しい施策を出されています。地方から上海へ移動されましたら、一律14日間隔離する。そして2回の PCR 検査を受けること。 空港、港、警戒注意。そして、ワクチンの予防接種を推進する。これがまた面白いんですが、ワクチンを予防接種を受けたにもかかわらず、陽性となります。また、中国では90%以上の方ですが、予防接種2回受けたんです。でも感染されました。 つまりですね、中国製のワクチンっていうのは効果がないのがこれで本当だと証明されていますが、効果がないのに推進すると、これでですね、中国でのワクチンっていうのは無料なんです。そして、ワクチンの推進するには、お米とか、 油とかピーナッツ油とか醤油とか一まあヘッドピンですがもらえるんですよ。なのでたくさんの方はもう言ってるのが現実なんです。で、中国ではワクチンは無料ですが、ただ中国では無料っていうのは絶対にないんですね。無料というものはないんですよ。どうして無料かと言いますと、中国ではそういった社会保険のお金をワクチンに使っていますので、 無料と言いながら実は国民の社会保険で、えー、任されているので政府は何も支援していないんです。ワクチンの製造工場ですが出荷するあるいはワクチンを政府に売っているという意味ではありますがなのでたくさんの人が予防接種を受けた方が自分に都合がいいんですね。これが現状なんですが。 現状としては、この彼女ですが、あのまあ、効果ないにもかかわらず、8月17日発表されましたが、上海では1919 19万人ワクチンの予防接種2回受けましたと。ただし、回数と言いますと、約4000万人、3915万回、約4000万回ですが、のワクチン、えー、予防接種済みと発表されました。 現状としては、今回はこの病院の中での感染となっていますが、これは陽州も同じでした。時前の動画で言いましたが、陽州の付属大学病院の3名のお医者さん、えー、内科のお医者さんですが、陽性となりました。でも、その同じですが、その3名のお医者さんですが、予防接種2回を受けていました。 これでやはり中国ではワクチン効果がないにもかかわらず推進するという理由はやはりもうかることです。そして受けるとなんとかはなるでしょうと言いながらでもですね、実際的には厳し,い厳しい対策をやっているのが現実です。 北京ではやはり冬のオリンピックの準備を進めていますので、まずは北京の市民、住宅、地域の警戒管理する。すべての団地をあ枠がありますので、出入りするもんありますが、その門を1つだけにします。そして厳しくチェックすると。これが北京の対策ではあります。つまり、国内の国民の移動を えー、厳しく制限すると8月17日、国家衛生局発表されましたが、新しい感染者というのは28名です。本土の感染者は要州6名ですが、要州が多いですと。やはり増えていると。他の感染者はみんな外国から来ていると。 これが中共のいつでも、まあ、いつもの表現の仕方ですが、いつも本土の感染者は何名。それからは全て外国からだというふうに表現されていますが、つまり中国の本来は安全ですよと、外国がひどいですよというふうに表現したいんですが、 今回は、陽州、南京でしたが、少しずつ感染者の数っていうのは減っているのが現状なんです。まだ、中京は、感染者をゼロにするっていうストローガンは出てきました。え去年も同じでしたが、感染者はゼロです。我々はゼロになりましたよ。というふうに言っていました。その方法っていうのは、みんなを家に閉じ込めること。つまり、外出禁止。 人が移動しない、させない、ウイルスの感染のリスクっていうのはやはり減ります。これは有効ではあります。次の方法としては PCR 検査です。数百万人の規模ですので、一気に PCR 検査を実施,、まあ、実施していきます。そこでは感染者を探し出すっていう意味ですが、探し出すして隔離をするっていうことをやっています。 以上の2つの方法で社会での感染者は減ります。間違いなくどこでやっても減ります。やはり移動はできない。かつ感染者を探す。最終的には感染者はゼロにならなくても減りますので。効果は確かにあります。しかし副作用というのはやはり出てきます。家に閉じ込められる予定というのがありますが、 中国の例は、そのウイルスの潜伏期間以内というふうに予定とされていますので、つまり2週間、14日間から20数日間でしょうというふうに言われていますが、なぜならですね、14日間から少しの延長となります。やはり閉鎖されま、まあ、家に閉じ込められます。それがですね、新しい感染者がいなければいいんです。 14日間以降解禁されますがある程度の自由の行動というのはできます。でも制限の行動はやはり少しはありますが。でももしですね、閉鎖の、まあ、あるいは隔離されて外出禁止とされて14、13日目になりました。そこでは新しい感染者が出ましたら13日間ゼロにします。リセットします。もう一回 14日間の閉鎖となってしまうんですよ。ずっとこの繰り返しやっていますので、つまり陽子の状態は本当に厳しいですね。感染者はやはり5名でも6名でも少しずつ出ていますので、1人でも出るとこの地域はもう1回14日間の閉鎖となります。この繰り返しというのはずっとやっていますが、まだ中国では一部の地域ではありますが、 例えば、この間言いましたが、翡翠のところ、雲南省、翡翠のところ、随礼市ですが、翡翠のところですが、そこはもう2ヶ月、3ヶ月、今はもう4ヶ月目になってくるんですよ。なぜなら感染者がずっとパラ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 出ますので、ずっと14日間、次はまた14日間の延長延長になってくるので、もう出ることはできないんですよ。 最終的にはもう耐えることはできなくなってしまうんですね。例えば、最初は配達も対応してくれました。そしてマンション、団地の警備員たちは真面目に対応してくれました。どん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 その対応もむちゃくちゃになってくるんですね。そして一番大変なのは、その家にやはり持病とか、あるいはそこで病気になったりする人も出てきますので、 治療を受けることができないんですよ。なぜなら病院はもう閉鎖とか、病院自体が入院の患者さんでいっぱいになったりとかありますので、またその家には介護の必要の方、あるいは障害者の方ですが、もう餓死する人も出ています。宗教はいつも宣伝していますが、人権を無視にして我々は有利だと言います。外国では できない方法。我々はできると。だから効果はありますよというふうに言っていますが、これがですね、去年のワクチンのない時代のやり方ではありました。でも今でも同じ方法でやっているんです。そしてワクチンは推進する。でも実は効果がないんです。ワクチンの効果がもしあれば、感染者をゼロにする必要はないと思うんですよ。 なぜなら、最終的に集団免疫になると思います。例えば、外国では、そういった感染者は出ていますが、ワクチンの推奨はま、まあ、実施ですね、やっていきます。最終的には、感染者は絶対減ります。例えば、ワクチンの有効性は70%であっても、やはり有効ではあります。中国の場合は、 向こうかつ陽性になってしまう可能性もありますので、最近はその話は聞かなくなりますが、もうちょっと前ですが、陰性の方でもワクチンを打った瞬間で陽性になってしまうんですね。なぜなら外国に行って陽性だと判断されたんです。これがもう話はありましたが、先進国では有効なワクチンがあって、最終的には。 まあ、集団免疫になると思います。で、日本の最終的に言ったのは、最終的にインフルエンザの一つになるでしょうと。つまり、まあ、その、ウイルスと共に生存していく。でも、ウイルスというものは、最終的には普通のインフルエンザになるでしょう。なぜなら、日本は有効なワクチンより薬を開発しています。私はすごい期待したいと思いますが。 これで見るのは中国の対応あるいは政策というのはとても弱いんですね。上海は今回一人です。しかし一人にしましょう。その病院はで感染されました。患者さんに感染されたでしょうと言いますが、つまりその病院にはもともと患者さんは 言っ,たっていうことですよね。だから、この韓国さんは感染されましたと。でも、感染者はやはり1人しかいないと言っています。これを仮に真実としましょう。これで中国の政策は見ることはできますが、1人の感染者がいましたら、すぐに厳しく対応すること。なぜなら、すぐに蔓延してしまうんですよ。なぜなら、 去年と同じように、あるいはワクチンのない時代と全く同じです。なぜなら効果がないからです。一人の感染者でも言いましたら、周りの方すぐに移されてしまうこと。なぜなら有効なワクチンがないからです。これが中国の危険なところなんですよ。最終的には外国はみんなウープンになっていくでしょう。 経済も復活していきますが普通の生活に戻っていくというふうに思います中国はずっとこの繰り返しになるでしょうと思いますゼロになってまた閉鎖になって次はゼロを目指してまた閉鎖となってなぜならこのウイルスというのは社会のこの社会のあらゆる場所にもう腐しているあるいはもう定着していると思います 感染者はいつ出てもおかしくない状態ではあります。完全にゼロにするというのは中国の政策というのはおかしいんです。ゼロにするというのはできないんです。なぜならこのウイルスはもう存在しています。んそして中国が作ったウイルスでしょう。なのでたくさんのノートというのは多分すごい濃いはずなんですよ。表現がおかしいかもしれませんが。 で、これがですね、中国の政策ではありますが、ただし一番ひどいのは、やはり商売人ですね。そういった商売人は14日間だけだと聞いて、2週間隔離しましょう。家から出ないようにしましょう。できました。でも、10日目、12日目にもう一回14日間延長されました。リセットされました。この繰り返しされますので、 家賃の支払い、従業員の給料のお支払い、そして、もうそのお店にその材料も置いてあるでしょうか、どうするのか、これが中国の経済の問題なんですよ。でも、そういった話というのは、メディアとかニュースには全く出ないんですが、今はすごいひどい状態なんですよ。これが真実です。中国の経済状態はすごい悪いんですよ。その もうこれがですね少しずつ見えてくると思います例えば再開しましたみんなの行動というのはやはりできなくなったりとかあるいは買い物の回数減っていたりとかあるいは今回の年末とか、えー、中国のお正月ですがもう自由な行動は絶対できなくなったりとかあるいは観光とかはしなくなると思いますまだ修業者も 溢れてくるでしょううといいううに思いますこの病気というのは中国ではものすごいショックを受けているんですよ。これが現実なんです。でも海外のメディアではあんまりその話はですね、報道されていないというふうに思いますが、この動画はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。